株式会社日本文字放送は、かつて東京都渋谷区に本社を置いていた会社。1985年11月26日設立。日本放送協会の放送設備を沈借して、アナログテレビジョン放送において、ハイブリッド方式の文字多重放送を行っていた放送事業者であった。2001年12月31日、株式会社西日本文字放送、及び、 株式会社中部文字放送の営業を譲り受けた。なお、両社は、翌2002年1月1日解散している。テレビのデジタル化に伴い、アナログ放送が2011年までに終了することが決まったため、2008年3月31日をもって、字幕放送以外のアナログテレビ文字放送を終了した。その後は、デジタルテレビデータ放送向けの字幕、 データ制作などを業務とした。なお、アナログ字幕放送は、バリアフリー化のための法改正により、標準テレビジョン放送の免許で行う、放送の範囲内となっている。そのため、NHK 改革により、2009年4月1日付で、NHK 情報ネットワークに事実上吸収合併され解散し、株式会社、NHK グローバルメディアサービスとして再出発した。 文字放送は000から999までの1000の番組チャンネルが各放送局に割り当てられているが、テレモは NHK の電波を利用して放送を行ったため NHK に割り当てられていた900番台の100チャンネル分を除く900チャンネル分が割り当てられていた。ありがとうございます。